皆さん、こんにちは。フォートナイトに新モードが追加されてたから行ってみたら、カオスでした。このモードは最初にアンチがもうわかってます。この中に落ちてくる特殊アイテムを拾うと、サノスと人狂人に変身できるらしい。特殊能力を持った強キャラになれるとあって、最初にみんなそこを目指してくるため、序盤から人が集まりやすいです。というわけで、初めてこのゲームモードに入った試合をご覧ください。あ、そういえばコスチュームとかグライダーで気づいた人もいるかもしれませんが、バトルパス買っちゃいました。今季のギア47の衣装欲しいので、それまでは必死に頑張ります、わら。動画編集してて気づいたんですが、屋上にシールドポーションあったの見逃してる。夜で青みがかって気づかなかったわ。外ではすでに戦闘が始まってますね。宝箱の音。お、何が出るかな？まあまあかな。今なんかっと降りてこなかった？せ、右から人来てるし。うり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 。遮蔽物利用して近づいてっと。来ないか？側面回り込むか。えっ、おう、いいもの持ってるじゃねえか。おお、なんか来たー。相手の拾い損ねた人だったのかな？は、サノス発見。強キャラ倒してやったぞ、えっへん。でも足音が。逃げられる。てか、後ろにもいる。あっつねー、ほ。なるほど、レア武器がハンドキャノンで外してくれたのか。あ、やばい。というわけで37位止まりでした。これだけだと短いので、もう1試合行きましょう。次の動画はラストまで参戦したので、サノスがどんなキャラかわかりやすいかと。今回は中心が湖ですが、物資目当てでティルテッドタワーへ行ってみたいと思います。個人的には、ティルテッドタワーでは時計台に降りるのが好きなのですが。宝箱開けられてる？こうなったらツルハシでボコしてやんよ。壁なんぞ壊してやる。って、RPG かい。逃げんなゴルア。やっこい。初めてツルハシで倒した？あっきゃっきゃ。さて、改めてお宝をいただくとするか。おお、いい感じ。
ほいじゃ、下に掘り下げてくか。宝箱いただきます。なんか来たセーハーセーハーか、勝った。近距離で敵ショットガンだったから負けると思ったのに。トリマ、潤沢に武器が潤ってきた。ちょっと準備整えてっと。さて、外の様子はどうでしょうか。なんか通っていったけど、大丈夫かな。そこの建物はもう漁られてるよね。さらに奥に行く前にこっちの余り物見ていくか。なんかいるー。しかもダメージ全部食らっていったぞ。あはははははは。壁際にいると見せかけて、いやー、なんていうか、いろいろとご愁傷様でした。アイテムがかなりいい感じに揃ってきたな。これは優勝狙えるかも、なんてな。お、ミニポありがてー。敵の足音？またドアマチ見つけたった。アガース、なんか連続して偶然壁マチ見つけちゃうと申し訳なくなるわ。アイテムザックザクですな。アサルトと RPG とボルトスナでどれを取るか迷い中。わら、アサルトは普通の持ってるから選択肢広げる意味で SR にした。さて、建物物色しますねー。良いもの発見。宝箱の音。お、いただきます。
してたやつやん。サノスうるせえ。敵の足音したよな。武器チェーンの音。確実にいる。いや、どうしよう。ここでふと、連続して壁間違えたのを思い出し、誘い込みは避けたいな。と。待ち伏せはしかとしよう。上で破壊音？もうここは次の範囲外だし、敵降ってくるかもなそこか。おらおらおら。はい、威嚇射撃してる間に違うとこから顔出されてて反応遅れました。編集してて思ったのは、気づかず止まってる相手には SR でワンチャン狙えばよかった。さて、ここからは完全モードです。エリア収縮が始まったので移動開始したみたいですね。しかもサノスの暴れ。エリア外の体力の減り大きくない？もうすでに瀕死とかかわいそう。そう、サノスって飛ぶの見た目が必要みたいで、無防備になるみたい。攻撃はこのビーム攻撃と、あとは殴りだけ。空中時に殴りを出すと叩きつけて、地上時だとツルハシみたいに振り回す感じ。とか言ってる間にお亡くなりに。ストームで激減りしてたからしゃあないね。The end is near.どこにいるのやら？倒したのかな？密かに回復してるし。
殴りだけで強いみたいだけど。人間側には厄介なことに湖ばかりのとこエリアが縮まってるね。豪快に家壊れたな、わら。気づけばもう怠慢なのか。最後の一人発見。サノスを倒した人が優勝。サノスは一撃がでかいけど、ジャンプのためモーションが長いのが難点ですね。